どうも、岡剛です。この画角、久しぶりじゃないでしょうか。で、今ね、ゴールデンウィーク真っ最中の日付、5月5日です。でね、前からもらっててすっかり忘れてたもの、こちらカタログシリーズです。バーンと。ニューアップ、こちらの方もらってきていたんですけども、すっかりね、紹介するのを忘れちゃってたわけじゃないんですけどね、タイミングなくて撮影の方できておりませんでした。で、アップ自体は僕の動画でも発売前、ディーラーにあったのと発売されて、まあ、ざっと見てみたっていう動画アップしたと思うんですけどもね、カタログの方ね、またさっきね見たら結構面白かったので、まあゆっくりね見ていきたいと思います。では早速いきましょう。はい、ではいきましょう。ニューアップですね。少しねサイズ感大きくなったような気がします。うちに1台赤いアップあると思うんですけども、バンパーとリアがちょっとはみ出てるような気がしますね、前の形より。じゃあ早速、まあ、確かに小さいけれどしっかりフォルクスワーゲン、フェース的に見てやっぱりゴルフベースなのかなって思ってきてしまいますね、この辺のねグリル系もですね。はい、次行きましょう。このカラーがイメージカラーっていうことで、ハニーイエローメタリックだって。で、確かに小回り効きますね。今家にあるアップもめちゃくちゃ小回り効きますね。で、サイズ感は少しやっぱり大きくなってるけども、ゴルフとトゥアレグとの比較もされてますね。後部もゆったり座れますと。やっぱりね、シンプルでかっこいいですよね。この色いいですよね、なかなか。はい、次。あ、これは安全装備ですね。小さいけど高い安全性。ハイアップに標準装備って書いてあるのもあるので、まあ、モデルによっては、装備されていないのもあるような感じでしょうか。まあ、こういったね、STA マジシブレーキですね。確かにこれは追突事故は非常に減っているんじゃないかなって思います。まあこの辺りはどうでしょうかね。僕が説明するよりはいいかもしれません。まあ、ざっくりカタログチェックですね。で、はい、これなんですよ。お手持ちのスマートフォンがドライブを、あなたのスマートフォンがドライブを快適にしますと。これね、CD がついてないような気がするんですよね。スマホで全部っていうのは、多分今後こういう風になってくるのかな。CD は古いよっていう風になるのかな。まだ僕みたいなおじちゃん CD 世代はどうなのかなと思うんですけどね。まあスマートフォンがナビになったりとか、まあ音楽も聞かれますよとか、走行データこの辺りもねできるっていう感じですね。まあ CD が入らないような気がしますね。 SD カードとかなのかな、ちょっとわからないですけど、カタログでは。まあでも今後こういった風に変わってくるんじゃないかなとは思いますが、いかがでしょうか。はい、カラーですね。これがやっぱりイメージカラーっぽいですね。で、ブルーベリー、メタリックとか、ホワイト、グレー、ブラック、赤とブルーですね。この3色がやっぱりイメージカラーなのかな。まあ、アップはポップみたいな感じなんでしょうか。はい。あ、こう見ると赤もかっこいいですね。まあ、やっぱりね、うち赤のアップあるけど、やっぱりちょっとここら辺がはみ出してるような感じがあるので、少しスポーティーなイメージがありますね。家にある旧式のアップはちょっと可愛らしいような感じがするので、で、僕意外とこれ好きなんですよ。シンプルでね。で、1リッターのエンジンですね。まあ癖はあるねエンジンなんですけど、すごくドライブするには、ドライビングするにはすごく楽しい、エンジンだと僕は思います。まあこの辺りは前と変わってないですね。で、ハンドルは前はビートルとかと一緒のこの丸いタイプで、D ハンドルだったんですけども、今回からゴルフとかと、まあ他のね、パサートだとか、この前出たティグワンだとかと一緒になってるような感じですね。まあコスト削減でしょうか。まあこれもね、さっきじゃないや、この前展示車見に行ってハンドル握らせてもらったら、やっぱりしっくりくるハンドルだったので、
まあ今後これが今のところ標準になるんじゃないかなと思います。ただね、前のアップがここが丸だったので、僕はそっちの方が好きです。確かに広いんですよ、アップ。見た目と違って。で、シートもね、ちょっとここがね、一体式になっているので、今のやつもそう、今ですね、前のやつもそうですね、一体式のシートですね。これ結構座りやすいです、個人的に。まああとは別にそうでもないかな、当たり前のあれかな、そんなに変わり映えはしないんじゃないかなと思います。おお、ブルーも綺麗ですね。なかなか、まあ、写真がいいですよね。こういう風にさ、こうなんかかっこよくなってるでしょ。実際違いますよね。カタログはすごくよく作られてるので、このこんなに車高は低くないと思います。ホワイト、うん、なるほどね。あ、これかっこいいですね。このシート。渋い、かわいい、かっこいいみたいな感じかな。これいいですね、なかなか。はい、次。まあ、トレンドラインっていうような感じのムーブアップですね。ゴルフでいうとトレンドラインのムーブアップ。以前は、今赤いアップが家にあるじゃないですか。以前は白いアップがあったんですよ。白いアップの2ドアがあって、赤いアップのハイラインかなんかに乗り換えたんですけども、ハイアップか、ハイアップに乗り換えたんですけども、ムーブアップでもね、十分ねフォルクスワーゲンは楽しめました。なんで買い替えたのかなっていうのはよくわかんないんですけどね。ただね、ムーブアップになるとハンドルがねレザーじゃないですね、これね。確かに以前のアップもムーブアップも2ドアのね、白のね、家にあったやつね、確かにレザーじゃなかったので、で今ハイアップなのでレザーですね。ハンドルは確かにレザーの方が僕はいいかなと思います。滑りにくいですしね。なるほど。あとはもういつもの細かいところですね。ざっくりザザッと見て、あ、ホイールかわいい。これこの辺してる人見たことないんですけどね。あ、ちょっとこういうのつけて山とかに行きたいよね。まあまあこんな感じでしょうか、いかがでしょうか。はいはい、まあ車好きにはね、このねカタログはすごく楽しいですね。見ててね、ワクワクします。で、値段の方なんですけども、こちらまあムーブアップだと思うんですけど、158万7000円からですね。で、こういったような、まあ、他の金額も書いております。まあ200万円ぐらいじゃないですかね、全体的にね、うん、まあ僕はねこのアップはかなり好きな車の一つなので、まあ実際ね、この前の動画で、長崎行った時もねアップで行ったんですけども、やっぱり結構乗りやすいで、小回りも効いていろんなところ入っていきやすかったっていう印象があります。ということでね、アップは僕は好きな車の一つです。確かにゴルフね7買う前に、まあ、ゴルフ5乗ったんですけど、アップと悩んだぐらいなので、ほんと多分好きなんでしょうね、あの車好きとしてはね。なかなか200万円で買えるドイツ車いいと思います。はい、では今日はフォルクスワーゲンニューアップのカタログを、まあ、一緒に見ていくという動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よければチェックしてみてください。以上、岡剛でした。